カルラ。人間の探求心とは誰かに言われて抑えられるものではないよ。思い出したんだ、お前が俺に本を見せた時のこと。外の世界か。お前は楽しそうに夢を見てるのに、俺には何もなかった。そこで初めて知ったんだ、俺は不自由なんだって。どうして俺たちは奪われる。命も夢も。どうして。駆逐してやる。諦めて止まるか。誰もがエレンは変わったという。私もそう思った。でもそれは違うのかもしれない。エレンは最初から何も変わっていない。あれがエレン本来の姿だとしたら、だから私はエレンの何を見ていたのだろう。エレンの命を何度も救った。その度に何人もの仲間が死んだ。海って知ってますか。それが人類が生き残る希望だと信じて。自由は翼。あの死闘の結果がこの茶番だと。なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためなら、そう、力が湧いてくるんだ。エレンはきっとウォールマリアを取り戻し、一匹残らず巨人を駆逐して、そして海を目にするのだろう。きっとそういう星の下に生まれついたんだよ。それではきっと歩みを止めることはないのかもしれない。私には、いや、誰にもエレンを止めることはできない。海の向こうには自由がある。ずっとそう信じてた。でも違った。きっと壁の外には自由が。海の向こうにいるのは敵だ。壁の外の現実は俺が夢見た世界だ。だろうエレン。誓ってた。ごめん。ごめんなさい。俺には理解できねえな。俺が化け物をしのぐためなら、俺が選んだ。人間制裁して俺がした選択で。そうでなきゃ勝てねえか。最後に一度だけ。そんな化け物になって巨人を駆逐したとして、許してほしい。それは人類の勝利なのか。自分を信じること。エレン、もう一度質問させてくれ。エレン、どうして泣いてるの。君のどこが自由なのかって。あとどれだけ先かわからないが、俺はこの人たちを皆殺しにする。ありがとう。何もかもがなくなる。家も人も動物も人生も夢も。4年前、あることをきっかけに親父の記憶が開いた。親父が壁の王家一家を皆殺しにした時の記憶だ。まだ小さな子供たちを虫みたいに潰して回った。それを何と呼ぶかわかるか。巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。私には全く別のものに見えた。神です。我々はそれを神と呼ぶ。エレン、必ずみんなを救ってあげよう。大勢の人間を殺した。戦艦も軍人も民間人も全てを巻き込んで。海の外も壁の中も同じなんだ、ライナ。お前と同じだよ。半端なクソ野郎だ。本当に僕たちは正しかったのかな。どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって。エレン、どうして。エレン、答えてくれ。そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。俺は生まれた時から。もうこれ以上遠くへ行かないでよエレン。俺のままだ。他人から自由を奪われるくらいだ。俺はそいつから自由を奪う。未来は変わらないらしい。エレン、
しめなくていい。これ以上苦しまなくていい。ああ、向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。ついにたどり着いたぞ、この景色に。ケニー、お前は暴力を信じているな。それは避けがたいこの世の真実だ。何をしてる。立て。立てよ父さん。だが、滅ぼし合うほかなかった我々を友人にした者は一体何だ。暴力か。エレンに何の解決策も、希望や未来を示せなかった。虐殺はダメだ。これを肯定する理由があってたまるか。島を、エルディアを救うため、それだけじゃない。その行いが報われる日まで進み続けるのか。死んでも、死んだ後も、その巨人はいついかなる時代においても自由を求めて進み続けた。俺がこの世を終わらせてやる。俺に力を貸せ。自由のために。一匹残らず戦った。俺たちがやることはただ一つ、戦え。俺たち悪魔だと決めつけて皆殺しにしようとしたばかりに。私たちが巨人を恐れ憎み、どうかこの世から消えてなくなれと願ったのと同じように。その結果、そんな結末納得できない。あの怪物が生まれて、世界中の人々、我々は人ではなく有害な化け物。エレン、我々が死滅するまで地獄は終わらない。地ならしは止まらない。パラディ島の未来を運に任せて放棄することもない。世界を滅ぼす全ての敵をこの世から一匹残らせる。同じ歴史を、同じ過ちを、同じことを繰り返してる。炎の水でも氷の大地でも何でもいい。それを見た者はこの世界で一番の自由を手に入れた者だ。俺は進み続ける。これが自由。